はい、こんにちは、ジョマです、先ほどですね、ライブ、初ライブということでね、一曲歌ってちょっとおしゃべりしてみたんですけれども、マイクがちょっと遠すぎてね、前こっちにあったんで、今度こっちで歌ってるんで届かないですね、この辺でマイクがあるから。だからちょっと声がねちっちゃかったんですけど、まあ一応出しちゃいましたけど、今度マイクの位置をねこっちにそこに変えましたんで、根元をね、だからこうなって、で歌う時はまあこれ上げてこの辺にねできますんで、まあ、何しろ少しずつやりながら良くしていきたいということでね。で今までの弾き語り練習とライブの違い、何が違うのっていうのあると思うんで、自分でもそう思うんでね、お話ししてみたいと思うんですけど、まあ、弾き語り練習っていうのはここに出してね、まあ一生懸命歌うと見ながらね、それが弾き語り練習で、ライブだと取り直しが効かない、ね、実際はライブ配信ではないので取り直しはできますけど、まあ、1曲歌ってちょこっと喋ってもう1曲歌って言って感じでね、さっきは1曲しか歌いませんでしたけど、そうするとこうね5分ぐらいやったのに取り直しみたいになっちゃうんでね、まあ基本的にはそのライブでねお客さんがそこにいる感じで、失敗なしっていう感じでね、やりたいと。まあ、路上ライブとかね、そんな感じでやってる風にやってみたいなっていう風に思って、それがライブとしてね出そうかなと。まあ、何曲か歌うかもしれないんで、特に曲も書かないでね、何月何日今日のライブっていう感じでやると思うんで、自分でも過去を振り返ってもね、そのライブで何歌ったかちょっと覚えてないよ。まあ、しばらくちょこっとやってみたいと思います、そういうふうに。まあ、それもね練習なので、ね、でまあ、失敗も許されないし、まあ、そもそもね人様に見せるんだったらそれがまあ本来のねあれですよね、何回か撮り直しするっていうのはレコードだし、ライブっていうのは撮り直し聞かないでもう生の人がここでやってやるよ、やったっていう感じでね、それがライブだと思うので、まあ、実際の生配信ではないんだけど、まあ、ライブ風にして、ね、立ってねそうやってね歌いたいということでやってみました。その辺が今までの弾き語り練習とライブのね違いっていう、まあ、撮って出すっていうのはね同じなんですけれども、まあ、そういう気持ちというか、なんていうかな、その辺の違いがねちょっとあるっていうこと でさっきもちょっとお話したんですけど、こういうね譜面と譜面台買ったんでね、こうコードをこれ書いていって、さっきみたいにね立って歌いたいなって、あらかじめそれをね歌う曲は自分では決めて、今日これとこれ歌おうっていう感じでね、どうなんだろう、3曲ぐらいかな、3曲ライブみたいな感じでねやってみたいななんて思ってますけど、まあちょっとどうなるかはね分かりません。またコード変えたりするの時間もかかるんでね。で今まで通り普通に弾き語り練習っていう感じでね、こういう感じで、で弾き語り練習はこのコードがね見えるっていうのが肝ですから、あ F からやってるんだとかね、それ見ればまあすぐ歌えますよっていう感じで、まあ将来的にはそのタブレットみたいのでまあ出して、あ次はこの曲っつったらそれ出てとかね、そうなれば理想ですけど、ちょっと無理かな、難しいかな。今ここで歌えばね、これはライブですよね。ちょっと自作曲をね歌ってみましょうか、未公開のね。どう
だけやったら納得するのか、それともいつまでも続けているか、そんなことを考えていると、もうすぐ冬が来て、それは何かの話で聞いたことがあるね。悲しい恋の物語聞いたことがあるね。いい曲ですね。前もしかしたら出して消しちゃったのかもしれないですけど、今の曲にねたどり着けた方いらっしゃるかな、いらっしゃらないかなって、この動画出してね、まあなかなか最後までねこうお話ししてるのをね聞くっていうの大変ですもんね、何分もね。ということで今後はあの今までのに加えてたまにねライブ配信風にやってみたいなと思ってますので、ね、よろしくお願いします。